もう隠れ家に向かうのにもすっかり慣れちまったな。現状信者や力を取り戻すための手がかりはまるでなし。俺本当に騙されてるだけなんじゃねえのか。とは言っても自分でどうにかする手段もないしな。ん？なんだこれ。わ、意外と重いな。何入ってんだこれ、宅配便か。あいつ存外ネット中毒だもんな。またなんか通販で頼んだんだろう。持って行ってやるか。おーい、おるか。なんか届いてるぞ。うん、おはよう。宅配？何頼んだっけな。まあいいや、今ちょっと手離せないから開けといて。はいはい。ったく何を無駄遣いしたんだか。にしてもこの重さは一体な、これって拳銃だよな。うがや、なんだった？お菓子とか？おま、なんてもん買って、っていうか、どこで買ったんだよこんなもん。は？何？びっくり箱でも出た？これ、拳銃だろ。ご丁寧に銃弾まで入ってんぞ。以前、本物の銃を触ったからわかるぞ。これ、モデルガンでもなんでもねえ、本物だ。なになに？へぇ？うん、本物だな。急に撃つな、危ねえだろうが。銃ぐらいでビビるなよ、神様がさ。あー、いや、今のお前は銃弾一発も受け止められないんだっけ。そんなことはいい、説明しろよ。なんでこんなもんが宅配便で届くんだ。宛先はしっかりお前だし、送り主もちゃんと書いてある。ああ、注文はしてないが心当たりならある。これは SCP-1727JP だな。うん、これも SCP オブジェクトなのか。ってことはその銃やばいもんなんじゃ。はい、ほら受け取れ。ああ、無警戒に受け取ると思うか。安心しろ、この銃自体はただの銃だよ。過去の人物を狙撃したりとか、勤め先を皆殺しにしたりとか、平行世界にいる自分を殺したりとかしない普通の銃だ。ああ、銃の形をしたオブジェクトがたくさんあるんだってことは理解した。 SCP-1727JP 宅配されるものはだ。まさかうちにまで届くとはね。銃に何も異常性がないってことだろ。ってことは届くことが異常なのか。そう、ある日突然銃火器がランダムに届くっていう現象。一応財団もテロリストの仕業だぞってカバーストーリーをルフしたり、集積所で発見できるよう機械を導入したりしているが、まあこうやって漏れが起きてる。立派なケテルだな。でも届く銃は普通の銃なんだろ。そしたら警察に届けておしまいだろうし、なんかしょぼいな。本当にそう思うか？ん？だってそうだろ？今まで散々世界を滅ぼすとか大量殺人とか言ってたわけで。あ、でも確かに悪い人間とか犯罪者の元にこれが届いたら危ないよな。30点。あ？ランダムに届く以上、悪意ある人間の元に届くことはあるだろうが、それだって大した確率じゃないだろ。問題はもっと深刻さ。ま、実際起きた事案を教えた方が分かりやすそうだな。うん、あったあった。まあそうだな、目立つところで言うと、栃木県のある会社では自動小銃を車内で乱射する事件が発生。死者は出てるし犯人も射殺。犯人だった社員は職場の待遇に不満を持っていて、 SCP-1727JP で届いた銃が犯行に使用された。青森県では離婚調停中の夫が妻と弁護士を撃って本人も自殺。東京の路上では不良グループが敵対グループを射殺した挙句、警察と銃撃戦。高知県のコンビニでは強盗が発生と。何が驚きって、これたった一月分の報告書なんだよな。一月？全部 SCP-1727JP の銃が使われてる事件ってことだよな。年間で見たら、送りつけられてきた銃を使った殺人や殺人未遂の数は2桁以上になるし、自殺者なんて3桁に達してる。さて、この SCP オブジェクト、しょぼいか？いや、
現に恐ろしきは人の子らってことだな。宅配されるものは異常でなくとも、管理されない凶器はケテルになりうるのさ。まあとはいえ、今回は好都合だったな。奇跡が起こせない神様には護身用の武器ぐらいあった方がいい。見たところ大口径みたいだから、やべえオブジェクトに勝ち合っても銃が効けばなんとかなるかもな。アベルにはお前の中身が透けてたっぽいし、憑依する前から撃てるに越したことはないだろ。あ、でも人の世に降りるときは隠す努力はしろよ。警察に見つかったら財団にバレるだろうし、不安なら好きなタイミングで取り出せるようオルカ様が魔法をかけてやろうか。オルカは俺がこれを持っても問題ないと思うのか。ん？俺だってこの銃の使い方を誤るかもしれない。世界を滅ぼす異常存在がなくても人は死ぬんだ。お前だって魔法を使えない状態で撃たれたら死ぬ。なのにこれを俺に渡すのか。銃ごときでオルカ様を害するとでも。なんだと。だがそうだな、お前がそれを罪なき人に向けたとしよう。神が私欲に銃を使うなんて、それはそれで滑稽で結構だが、もしそうなったらお前は期待外れだったというだけのことだ。また違う仕事のやり方を考えるさ。仕事っていうのも何が目的なんだ。俺が記録を追体験したり、財団から SCP オブジェクトを持ち出して見せたり、何の意味がある。どうして俺にそれをさせる。どうせ答えないんだろ。分かってる。こんな問答は無駄だ。まあ待て、そう決めつけるな。大事な下僕が不信感を抱いてるのに放置するほど、オルカ様だって非常じゃないさ。ついにはっきり下僕っつったな。考えている通り、オルカ様には目的がある。具体的にはまだ話せないが、人間たちのためになることさ。だからそんな怖い顔をするな、蛇神。お前が力を取り戻したら、きっと答えは見つかるさ。結局答えになってないじゃないか、秘密主義め。魔女っていうのは元来そういうものだろ。悔しかったら、オルカ様が驚くような成果を上げてもらわないと。銃の練習、中庭でならお好きにどうぞ。ここは海底だから音が響くこともないしな。どこまでもあいつの思惑通りなんだろうな。くそ、腹立たしい。いつか必ず目に物を見せてやるからな。首洗って待ってろよ。